次に大西健介君。大西健介君。おはようございます、民主党の大西健介でございます。時間も限られておりますので早速質問に入っていきたいというふうに思うんですけれども、今回の法案審議にあたって私もあの地元でさまざまな食品加工を営まれているですね、事業者の皆さんにも意見を求めてまいりました。先日 の、 あの参考人質疑の中でですね、食品産業センター理事長の斉藤参考人が述べられましたように、食品関係の事業者というのは 99% が中小零細企業であります。そういう中でですね、もちろん今回の法案というのは、消費者サイドに立った改正ではありますけれども、この法案を実効性あるものにしていくためにはやはりですね、事業者の負担というものにへの、一定の配慮というのが私は必要ではないかなというふうに思っております。消費者の立場に立ったら分かりやすい表示というのは重要ですけれども、例えばあのボトルについてもですね、表示スペースというのは限りがあります。そういう中で、例えばですね、小型のペットボトル、今まで紙ラベルで表示をしていたんだけれどもそれでは足りないということになるとですね、例えばシュリンクラベルへの変更を求められるということであります。シュリンクラベルというのはどういうものかというとですね、皆さんのお手元に資料を配らせていただいたんですけれども、あのこれはあの遠心性フィルムというんですかね、これを熱収縮で容器にこう巻きつけるというようなものであります。よくペットボトルで見かけるやつですけれども、こういうものに変えなきゃいけないということになりますと、これは新たに設備投資が必要になります。そうすると場合によっては1000万単位、数千万単位の設備投資になると。それからラベル単価や、この印刷ロットも大きくなって小規模な事業所にとっては大変負担が大きいというお声がありました。でその分じゃあ、費用をですね、商品に転嫁できるのかというと、これは皆さんよくお分かりだと思いますけれども、簡単に転嫁することはできないということであります。また、本委員会でも他からも指摘ありましたけれども、栄養成分表示についてもですね、検査分析費用がまずかかるということがあります。加えてですね、原材料が農産物の場合には品種だとか、あるいは収穫の時期、産地によって成分が変動するので表示がそもそも難しいんだと。厳密にもしロットごとに成分値が変わってそのために表示を変えなきゃいけないなんていうことになると、これはもうとてもやってられないという声もありました。地方で頑張ってるですね、中小零細の食品加工業者がこうした負担増にもし耐えかねてですね、廃業に追い込まれるようなことがあれば、それは地域それぞれでですね、特産物やあるいは風土を生かしてですね、伝統の技法で培ってきたその食文化そのものというのがですね、失われる恐れがあるんではないかということもあります。こうした懸念の声というのはおそらくすでにもう消費者庁さんには嫌というほど届いているはずなんですね。ただ私が聞いているのは満足納得いくですね、お答えというのは得られていないということであります。これはもちろんですね、業者の皆さんも協力しないと言ってるんじゃないんです。協力したいんだけれども、ただ法改正による費用コストをですね、全て業者負担だと。でその中でですね、今円安で原材料の値段も上がってます。来年の春から消費税の引き上げもありますということになると、とてもやっていけないというですね、悲鳴の声が上がってるんですね。でそこで、消費者庁に質問してもいいんですけども、おそらく失礼ですけど残念ながら今消費者庁にこのことをお聞きしてもですね、私はあの満足できるですね、ご回答得られるというふうに思いませんので、先ほど申し上げましたように 99% が中小企業なんです。ですからそういう意味で、今日はこの食品表示法改正に伴う、このコスト増に対して中小企業施策としてですね、どういう支援ができると考えられるのかについて中小企業の庁の方にお伺いをしたいというふうに。中小企業庁富田次長。お答え申し上げます。今般 の、 あの食品表示法の改正によりまして、中小小規模事業者に対しては、委員ご指摘ございましたように栄養成分分析の追加でございますとか、あるいは包材の印刷内容の変更等によりまして、新たな負担が発生をするというふうに認識をいたしております。その負担の大きさでございますけれども、消費者庁が実施された調査、これは昨年の暮れから年明けにかけて実施されたものでございますけれども、栄養成分分析の費用負担、これは中小企業を平均で年間約200万円程度、それから包材の変更に伴う費用負担につきましては
年間で平均約400万程度ということになってございまして、まあ、中小企業にとってもかなり大きな負担になるというふうに私ども認識をいたしております。まあ、このような課題に直面する中小企業に対する支援というのは大変重要だと思っておりまして、一つには新たに設備を導入する場合につきましては、中小企業投資促進税制という税制がございまして、この税制によりますと、まあ、例えば160万円以上の機械装置を導入する場合につきましては、取得価格の 30% の特別償却、あるいは 7% の税額控除を受けることが可能であるという制度でございます。また、日本政策金融公庫の貸付制度もございまして、この制度では、限度額が4800万円、まあ、設備資金にも当然利用可能でございますし、利率につきましては、基準金利 1.95% ということで、大変低利な融資制度になってございます。で、私どもといたしました、こういった支援策を通じて、中小企業、小規模事業者の方々の経営体質を強化をし、新たなコスト負荷についても対応していただけるように、しっかりと支援をしていきたいというふうに考えてございます。大西健介君。今、成分分析で200万、放送で400万と、まあ、600万という数字を示していただきました。本当に大きな負担だと思いますので、ぜひともこれに特化した支援というのはなかなか難しいのかもしれませんが、ぜひ中小企業施策の面からですね、支援をお願いしたいというふうに思います。私は分かりやすい表示という点ではですね、物理的な表示もさることながら、そもそも今いろんなところに氾濫している表示の中にですね、分かりにくいものがあるんじゃないかというふうに思っています。で、そういう中で一つ取り上げたいのがですね、今店頭に行きますとビールとかでですね、糖質ゼロとか糖類ゼロとかっていう表示がいっぱいあります。で、じゃあ糖質ゼロと糖類ゼロ何が違うのか、じゃあゼロとオフは何が違うのか、あるいは無糖っていうのはどういうことなのか、こういうことを考え出すと意味が分かんなくなってくるんですね。で、そこでですね、事前に消費者庁の皆さんにですね、じゃあ糖に関して糖質ゼロ、糖類ゼロ、ノンシュガー、シュガーレス、砂糖ゼロ、無糖、微糖、低糖と8種類ぐらいこの表示があるんだけれども、これどこが違うのかって、糖が低い順に並べてくれということをお願いしました。そしたらですね、お手元に配布をしてさせていただいたような資料が出てまいりました。この資料をご覧いただくとですね、糖類ゼロは100グラム中 0.5 グラム未満という規定があるんですけども、ノンシュガー、シュガーレス、砂糖ゼロも同じ基準なんです。シュガーレスですよ。レスというとなんか少ないという意味のような感じがするんですけども、同じだっていうんです。で、糖質ゼロとか無糖とか微糖とか低糖は基準がないっていうの。これは私ちょっと正直言ってびっくりしました。で、もう一つですね、次のページめくっていただくと、一般にいろんなところにこう同じような表が載っているので、これも参考にこうお配りをさせていただきましたけれども、まあ、基準がないと言っているものについても、業界で独自基準を定めているものもあります。ただですね、これご覧いただくと、例えば糖質と糖類何が違うかというと、まあ、ご存知の方はご存知なのかもしれませんけれども、糖類というのは糖質の一部なんですね。ですから例えばですね、糖類の使用を避けて、甘味料を用いれば糖類ゼロと表示できるんです。あるいは基準値の中で糖類や甘味料を使用した場合も糖類ゼロとか糖質ゼロとか、本当のゼロじゃなくてですね、基準値内であればゼロと表示できると。で、結局結論を言えばですね、先ほどの消費者庁のペーパーに戻っていただくと、なんて書いてあるかというと、実際の糖の含有量を少ない順に並べることはできないということなんです。つまり表示を見ただけではわからないんです。ただですね、私は思うには、例えば糖尿病の方とかですね、本当に糖類の含有量を気にしておられる方、この方々が今のこういう表示を見たときにですね、正確に商品を選ぶことができるのかと、これは私はできないんじゃないかというふうに思うんですけれども、こういった表示、誤解と混乱を招くのではないかという指摘がありますけれども、この点について、大臣、率直な政治家としてのご感想を、そしてどうしたらいいのかということについてお答えいただきたいと思います。森国務大臣。現在はですね、ゼロ、ノン、レス等の栄養表示については、コーデックス委員会のガイドラインにおいて、一定の要件のもとに含まない旨の表示、いわゆるゼロ表示を行うことができることとなっているところです。コーデックス委員会のガイドラインを踏まえ、我が国の栄養表示基準においては、例えば、今、ご指摘のとおり、糖類は食品100グラムあたり 0.5 グラム以下の場合、含まない旨の表示をすることができるとしているところでございます。しかしですね、今の大西委員のご指摘のとおり、やはり消費者が
適切に職員の選択をするという視点から見ますと分かりにくいということはご指摘の通りだと思います。今のですね、食品表示基準以外にですね、大西委員がご指摘になった微糖とか低糖とか、これについては業界がですね、自主基準を決めて、業界で、表示基準ではなく業界の表示をしているということですが、消費者がですね、そのことを区別して、自分の選択のその材料にできるかというと、それは大変困難だと思います。ですから消費者が適切に食品の選択をできるように、ルールも分かりやすく、さらにですね、そのルールに関する消費者の知識や理解が高まるように、消費者教育等を通じて、努めてまいりたいと思います。大西健介君。今大臣、非常にこの問題点を理解していただいてありがたいというふうに思います。でそういう中で、今消費者の理解という話がありましたけれども、もう一つこのゼロ表示について言うとですね、実はスーパーに並んでいる商品の中にはですね、元来含んでない成分、そのものにはですね、含まれないのにゼロ表示をしている場合があると。例えばですね、複数の植物性油製品にはコレステロールゼロって書いてあるんですけども、コレステロールというのはこれは動物性油脂に含まれるものであって、植物性油脂には原則は含まれないということですから、入ってないのは当たり前なんです。当たり前のことをゼロというふうに表示した方が売れるんですね。ですから当たり前のことを表示していると。ただこれはですね、厳密に言えば消費者の知識不足にある意味つけ込んでいる。つまり、他の商品に対して優位性がないにもかかわらず当たり前のことをゼロと書いて、そして著しく有料であるような誤認を与える表記ではないかというような指摘がありますけれども、この点について消費者庁どうお考えになっているかお聞きします。消費者庁、松田次長。今委員ご指摘 その食品に関する表示の中で、そういった例をどうするかということでございます。基本的に現行制度におきましては、健康増進法によりまして、健康保持増進効果等にかかる虚偽誇大表示が禁止されておりますほか、景品表示法におきまして商品の内容につきまして、実際のものあるいは他の事業者にかかるものよりも著しく有料であると一般消費者に誤認される表示が禁止されているというのが今の制度でございまして、ではお示しの表示例についてはどうかということでございますが、基本的にその個別具体例に的に行われている実際の表示状況を見て判断ということになるわけでございますが、ご指摘のようなその単に事実を表示している場合、これを直ちに違反とすることは困難ではないかというふうに考える次第でございます。消費者庁といたしまして、表示の適正を確保し、消費者の利益の増進を図るために、今後とも食品の健康保持増進効果や内容に関しまして著しい誤認が生じているような表示に接した場合には、この厳正に対処してまいりたいと考えておりますが、ちょっと今のようなところはなかなか執行としてですね、なんか微妙なラインだというところはご理解いただきたいと思います。大西健介君。確かに事実を表示しているだけですから嘘はついてないということは理解をできますけれども、今申し上げましたように、これは消費者の知識不足にある意味つけ込んでいるわけですよね。ですから先ほどいろんなゼロ表示に関して分かりにくいと、これはいろんな形で分かりやすいように変えていかなきゃいけないし、消費者への、啓蒙も必要だということで大臣にお答えいただきましたけれども、そういう意味においてはですね、私はそれはこれをもってですね、いきなり罰則をとかですね、取り締まりをということは難しいかもしれませんけれども、やっぱりこういうことはですね、やっぱり好ましくないということぐらいはですね、消費者庁から業界に対してですね、何か言っていただくことはできるんじゃないかというふうに思いますので、そこはぜひですね、そういうことも検討していただければなというふうに思います。で続けて有料誤認の話がになりましたので、その話を続けていきたいんですけれども、先日の質疑の中で確か三谷委員だったと思いますけれども、回転寿司の代替ネタの話を少しだけされました。私もこの話にちょっと関心を持ってまして、皆さんのお手元にですね、資料を1枚お配りさせていただいたんですが、左の列に、寿司ネタとして一般にある、寿司ネタの名前を、そして右の列にはですね、大養魚として使われていると言われているものを書いて、線で結んでみました。これ皆さん後でご自身で分かるかどうかちょっとやってみていただきたいんですけれども、次のページめくっていただきますと、
そこに挙げたその代用魚の解説が書いてあります。これじっくりご覧にいただくと、そうなのっていうのがあると思うんですけども、例えば私昨年国際会議でアフリカのウガンダに行ったんですけども、ウガンダにはですね、ビクトリア湖というすごい大きな湖があって、そこにはナイルパーチという、まあ、すごい巨大な淡水魚がいるんですけども、これが一部回転寿司等でですね、タイという名目で出されているケースがあるというふうに言われております。で、森大臣にはですね、ぜひ、まあ、これのご感想も含めて後でお伺いしたいというふうに思うんですけども、私が言いたいのはですね、これが問題にならないで、先日私もこの委員会で取り上げましたけれども、焼肉ロース表示問題が問題になると。これは不均衡じゃないかということを申し上げたいんです。で、それは何でかというと、この間申し上げましたけれども、外ももの肉をですね、ロース表示したことが有料誤認と言われたんですけれども、有料誤認というのはさっきも言いましたけれども、実際に提供する品やサービスよりも著しく優れているように謳って販売することなんですね。焼肉の業界というのは、もうずっと戦後、焼肉というのが発達してきたときからですね、脂身はカルビ、赤身はロースみたいな表示を一般的にしてきたんです。それでもう長年誰も文句言わなかった。俺は外ももの肉、俺はロースだと思って金払ったのにですね、外ももの肉を食わされてたなんて知らなかったと、騙されたっていう人はですね、今までいなかったんです。この間誰がこういうことをじゃあ、垂れ込んだんだという話がありましたけれども、その時は業界なのか個人なのかそういう話はなかったわけですけれども、まあ、そこはお答えにならなかったわけですけれども、私はやっぱりこれがですね、有料誤認になって、じゃあ代用魚をお咎めなしというのはですね、これちょっとなんか法の適用として不均衡じゃないかと。だからといって私は代用魚を取り締まれというつもりもありません。というのはですね、私も寿司屋に行ってですね、タイお願いしますって言ったら、いや、うちのタイはナイルパーチですけどもいいですかなんて言われたくないですよね。大臣も言われたくないと思うんですよ。だからこれを取り締まれとは言わないんですけれども、なんでじゃあ代用魚は見て見ぬふりで焼肉ロースだけ取り締まるのか、これは法の適用として私は不均衡だというふうに思うんですけれども、大臣のご見解をお願いしたいと思います。森国務大臣。景品表示法のですね、調査についてですね、個別の事案について、なかなか私から答弁をすることはできないんでございますけれども、一般的には違反行為の内容、規模、一般消費者に与える影響等を考慮して、適切に判断をしてまいるということで、まあ、委員のご指摘も受けたまわってまいりたいと思います。大西健介君。今委員の中からですね、まあ、適切に逆に表示してほしいという声もありましたけれども、私はそれもありかもしれない。それはただですね、要は両方等しくやってほしいんですよ。だから代用業を取り締まるんだったら焼肉ロース表示も取り締まればいいけれども、代用魚は見て見ぬふりで焼肉ロースだけが厳しく処罰されるというのは、これはおかしいんじゃないか。さっき言ったように今まで何十年ずっとロース表示やってきて何にも文句出てないんですよ。出てないんです。でロースだと思って食べてた。あるいはもう一つはですね、だから安いものには安いなりの理由があるわけですよね。ですから消費者の方もやはりこれはこの値段で本当にこれが出てくるんだろうかっていうことを考えるとですね、それはその値段のものなんだということでお金を出して食べてるんだと思うんです。ですからそういう意味では法の適用が私はこれは不均衡じゃないかということを言っているのであって、個別のことに答えてくれとは申し上げませんけれども、もう一度、まあ、ご答弁いただきたいと思います。消費者庁松田次長、補足があれば大臣答えてください。事務方からお答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、この焼肉の関係はその2年半前に、このロースという表示が焼肉店等で言われているロース、それで実際小売店で肩ロースとかよく売っておりまして、このロースと別物ではないかという、まあ、ことが、まあ、判明をいたしまして、これは多くの焼肉業者などやっておられるということで、やはりこれは看過できないのではないかということで、この
業界団体に対してですね、その異なるものを、まあ、表示を改めてほしいということで申し入れ、総改善状況を見た上で、違反があればその時点でまた厳正に対処することことになるというふうな申し入れをしたところでございます。で、ではこれどうなるんだというところでございますが、まあ、今伺った判断でその範囲内でどうするということはなかなか申し上げにくいんですけれども、確かに穴子だったらこの何穴子まではどうなんだとか微妙なところもございまして、じゃあネギトロが赤マンボウはおかしいじゃないかと、こう個別 のお話もございますので、まあ、そういったご指摘があったということをどう評価してどう執行に生かすかということはちょっと事務方として預からせていただきたいと思います。大西健介君。リブロースとか肩ロースとか、確かに肉屋に行くとこう牛の絵が書いてあって書いてありますけども、料理名なんですよね。前も言いましたけど、例えばトントロって、トロはマグロの部位の一部ですけど、トントロっていうのはトロっとした脂身っていうのを指してるわけですから、だから私はそこはそう違うんじゃないかなと思いますけど、これはこの辺で留めておきます。それからもう一つですね、同じく海産物についてですね、原産地表示の話を一つしたいんですけども、これも先日少しこの委員会の話が出てましたけれども、水産物の原産地表示については、国産については漁獲した水域名、輸入品は原産国を記すことになっていると。でただ水域名の記載が困難な場合は水揚げ港でもいいということになっています。だから水域、どこの水域で取れたものであってもですね、水揚げした港が国内であれば国内産になる可能性があるんじゃないかということも言われております。さらに、ここでですね、アサリ等貝の場合ですね、畜養というのがあるんですね。でこれは例えば輸入したアサリをですね、日本の砂浜に撒いて、そして輸送の間にこうへたってしまったのをまた元気を回復したりとかですね、ある程度育成をしてもう少し大きくしてから出荷をするみたいなことが行われています。でただこの場合でも本来は最も長く育成を生育をした場所の名前が書かれなきゃいけないので、アサリだと大体出荷できるのに 2,3 年かかると言われてますから、まあ、もし数ヶ月ですね、日本の砂浜に畜養したとしても、これは国産にはならないということなんですけれども、ただ実際には輸入アサリは国産に化けている事例があるんじゃないかという指摘もあります。またもう一つはですね、第三国を経由するケース、巧妙に原産地証明書の不正発給等を受けている、これは実際に取り締まられた事例においてもですね、そういうものがありました。でそこでですね、資料をご覧いただきたいんですけれども、これ2003年の北朝鮮から日本への輸出品の、多いもののリストなんですけれども、第1位はですね、45億円でこれアサリなんです。で、下の方を見ていただくと、日本のアサリ輸入量のなんと2003年当時だと 65% が北朝鮮産なんですね。でところが次のページを見ていただきたいんですけれども、これ2006年の秋に北朝鮮に対する我が国の追加経済制裁が始まる前後ぐらいからですね、北朝鮮産が激減して、それにとって代わるように中国産が増えていっていると。でこれはもちろん中国産がちゃんとその代替で取って代わっているのかもしれないですけれども、これの中にはですね、例えば北朝鮮産が産地偽装によってですね、中国産だとか韓国産として流通をしているケースがあるんじゃないかと、実際にそういうものが摘発されたケースもあります。でこれが本当だったらばですね、こういうものが横行しているんだったらば、これは消費者を欺くだけじゃなくてですね、北朝鮮にとってですね、痛いこの、アサリであったり、あるいはさっきの表を見ていただくと、カニとかマツタケもこれ重要な輸出品になっているんです。これを止めるというこの経済制裁そのもののですね、実効性を欠くことになると。ですからこういう産地偽装であったり、第三国経由であったり、こういうものをしっかり監視をしてですね、やらないと何のための経済制裁か分からなくなるというふうに思うんですが、この辺は政府としてしっかり取り組んでいただいているのかどうなのかについてお答えいただきたいと思います。財務省石原大臣官房審議官。お答え申し上げます。財務省税関におきましては、北朝鮮産水産物の第三国からの迂回輸入を防止する観点から、過去に北朝鮮から輸入の多かった農産物、具体的にアサリ、マツタケ等16品目ございますけれども、こういったものにつきましては、中国など周辺諸国からの輸入申告がありました場合には、
原産地証明書の提出を特別に求めております。これとともに関係書類に基づく慎重な審査並びに貨物及びその梱包材等に付された表記などの確認によりまして、貨物の原産地を厳正に確認しているところでございます。今後とも経済産業省等の関係省庁と緊密な連携を図りながら、周辺諸国からの輸入貨物に対する厳正な審査検査を実施いたしまして、引き続き北朝鮮に対する入金措置の実効性の確保に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。はい、農林水産省塚原大臣官房審議官。お答えします。農林水産省におきましても、国内で流通をいたします農水産物につきましては、輸入品を含め、JAS 法に基づく原産地表示の監視指導を行っております。具体的には、職員が巡回して立ち入りをしまして、小売店、あるいは卸売店等を対象とした、原産地の表示状況、あるいは、伝票、帳簿等の、表示証拠に関する調査を行いますほか、流通いたします農水産物の買い上げによります DNA 分析等の科学的調査を実施しているところでございます。輸入の産物の原産地表示の適正化につきましては関係機関と連携を図りつつ、政府に立てなった取り組みの中で適切に対応してまいりたいと存じます。大西健介君。昨日の夕刻ですね、通告しようと思って、消費者庁だけでなくて、いろんな関係省庁にまたがってて、たくさんの省庁が来られたんですけども、省庁同士で答弁の押し付け合いをされててですね、非常に見てて暗淡たる思いがしました。で、もう一つは最初に申し上げたようにですね、中小食品関連事業の支援についてもですね、現実には最もこれ重要な問題だと思うんですけども、じゃあどこが責任を持つのかというとはっきりしないんですよね。だから私は中小企業庁に中小企業施策ということで聞かせていただいたんですけども、結局は業者が泣かされることになると。やっぱりこの縦割れ行政を排して消費者行政を一元化するっていうのは、前途多難だなというふうに思ったんですけども、ぜひともこの消費行政のですね、スペシャリストとして森大臣のリーダーシップにエールを送って私の質問を送って終わらせていただきます。